はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。いや、流行の源泉です。さあ本日なんですが、流行の源泉というカードご存知でしょうか。皆さんこのカード強いね。このカード無限の可能性を感じる。新パックで登場したこの蘇生札なんですけど、これね、無限に強いね。自分の墓地のモンスター1体を対象にして蘇生できると守備表示で、で、蘇生したモンスターが源流族になるっていう効果と、あとこのカードがフィードから離れた時にそのモンスターが破壊されるっていう効果、そしてそのモンスターがフィードから離れた時にそのカードは破壊されるよっていう、効果を持っています。だから、リビングデッドの呼び声の守備版みたいな感じですね、イメージ的には。はい、でこのカード何が強いかっていうと、墓地のモンスター何でも蘇生できるんですよ。何でも、まあ源流族になっちゃうんですけどね、源流族になっちゃうんですけど、何でも蘇生できるんで、いろんなデッキ入れてもう雑に強いと思うんですけど、まあ、やっぱりね、蘇生といえば墓地から蘇生して強いカードといえば、効果無効にならないんで効果発動できるんですけど、墓地から蘇生して強いテーマといえばやっぱ磁石かなと。磁石デッキってやっぱ今までは強化蘇生とか、一族の結集とかで蘇生してたと思うんですよ。これがね、この流行の源泉が来たことによってね、蘇生札がなんと9枚耐性にできるっていう、相手ターン蘇生を。こっちのフィールド魔法は相手ターンではちょっと蘇生できないんで、まあ、ちょっとね使いにくいんですよ。例えばそのベータだけ来た時とかに、そのマグネットフィールド発動したところで別に強くないんですけども、トラップカードは相手ターンに蘇生できるんですごい強いんですよね。だから相性がいいということで、これは入れざるを得ない。9枚耐性はさすがに強い蘇生札で、今日は、普通に磁石のムーブをしながら、ベルセロ2枚入ってますからね、ベルセロ2枚入っている パターンの磁石で、戦いながらめちゃくちゃいっぱい蘇生して、3ターン目か4ターン目で相手の盤面をボコボコの棒に荒らしまくってワンキル取っていくっていう、そういうデッキを作ってきたんで、ぜひ皆さんにもご覧いただきたいなと思います。マジでね、やっぱね、相手ターンに蘇生できるってかなり磁石として安定感一気に増すんですよ。でしかもうまいことね、タイミングも自分で考えられるんで、蘇生するタイミングね。なんで結構ね、盤面にモンスター残るんでね。はい、ということで早速ね、この流行の源泉っていうカードの強さをお伝えしていきたいなと思います。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、進化した最強ドラゴンさんね。了解。請願も結構まあ言うて多くなりますかね、多分これから。あんまりなんだろうな、使えなくなるデッキが多いので、サイバー流とか、あとなんだっけ、規制されるデッキが多くなるんでね。まあ、それこそ流行の源泉の2枚セット、これはね割と強いですね。めちゃくちゃ蘇生できるんで、普通に耐久力あります。ブラックローズザレモンだけ本体を置いてくださいみたいな感じですけど、はい、調和の宝札いいでしょう。調和の宝札いいでしょう。さあ調和の宝札効果、さらに調和の宝札効果、キモいね。相変わらずキモいね。相変わらず青岩デッキっていうのはこの効果連打してくるのがめちゃくちゃキモいですね。はいはい、で剣士効果ね、はいはい、いいでしょう。剣士効果で太鼓の白石を持ってくると、はい、でこれでデッキの中に太鼓の白石はなくなりましたということですね。はいはい、もう全部引けよ。もうブルーアイズ、ブルーアイズと白きレイリュー全部引け。あ、まあレイリューか、多分レイリューはまあチェーンすればいいので、まああとはあるでしょう。はい、あでもあれか、流行の、あそっちなんだ。それはね、それはまああれだな、チェーンすればいい。ベータ効果でチェーン強化蘇生効果、ベータ対象で、データ特殊、モンスターを特殊、デルタ特殊、モンスターを特殊、デルタ効果、ベータ効果、モンスター効果、デルタ効果、読んでいたよ。デルタはまあガンマでいいかな。まあアルファいるんで、まあ多分ガンマでいいでしょう。ガンマ追って、ベータはもう一回ガンマでもいいな。こうですね。これでまあなんとかなるでしょう。まあめちゃくちゃ分回りムーブされてるんで、このターンに殺されるとかなければ多分大丈夫だと思います。はい、でせあーあー俺の見てる、あー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 えれいっぱい出てくんな、なんかドラゴンが、オルタナティブの効果、あーあーあーあああ、はい、貴様のモンスターを破壊する。で出るだですね、これ。あ、そっちなんですか。あ、それ変身さすることできますか。大丈夫です。で、ベータ効果、破壊するんだったらまあ普通にデルタでいい気がするんですけどね。でベータ効果でデルタ特殊で、デルタは、カードを名して単位なんで
もう墓地送る効果は使えない。はい。でまあ両方シュられてもエネアード出されてもまあ多分死にはしないんじゃないかなと思うんだけど、臨戦のルール、はいどうぞ。ルール効果、聖眼出てくるめちゃくちゃ分回ってんじゃん、やべえこと来てんな。まだいいか。で2体でエネアードかな、それとも普通にぶん殴ってくるかな、うん、ああ融合するのか、なるほど。はいはい、ツインバーストね、了解。ツインバーストと霊竜でひたすら背負ってくるみたいな。はいはいはい、全然いいですよ。はい、了解です。了解です。了解です。はい、了解です。しょうがない、それは。ダイレクトも受けます。罰受けましょう。まあ聖眼あるかもしれない、あるかもしれないとか、あるのか、聖眼絶対あるんで、こうして受けて、でこれでエンドフェーズ入って、流行の源泉諦めるわけにはいかない。で流行の源泉の効果、そう、流行の源泉で墓地のモンスター一体を何でも特殊召喚できる。でこれでガンマを特殊召喚していく。でガンマ特殊答えて、でガンマ効果、ガンマ効果、アルファ特殊力を貸して、でアルファ効果、モンスター効果サーチ入れる。で流魂の源泉もう一回使うか変身するかだな。まあ、まだ流魂の源泉取っていいか、変身だけはしとこうか。変身しといたらレベル4いけるもんね。そうはいかない。アルファ効果リリース、でデルタ特殊、お願い。でこうしといて、でランク4もランク3もできるようにしといて、でエンドフェイズ、太鼓白石効果によってまた聖眼出てくるめちゃくちゃやばいじゃん相手の敵すげえな、どんだけ回る。まあでも聖眼太鼓の白石2回は発動できませんでした、ね、はい。まあでもなんとかなると思いますよこれ、全然。どうしよっかな、なんとかなるんですよね多分これ、なんとかなる、全然全然なんとかなる。一回召喚剣使っていいな。召喚剣使って、でランク3出して、あ、そっか、厳選であれか。なるほど、厳選で、厳選限連続だから、これゴルゴニック出せねえのか。まあ、でもまあなんとかなるか。こっちか、こっちだな。レベル3のモンスター2体でオーバーレイ。FC 召喚。ギガントブリリアント。でブリリアントの上重ねてエクシーズチェンジでもいいんだよな。これ効果発動して打点上げる必要なくて、4蘇生してデッドリーか、4蘇生してデッドリーで厳選効果4蘇生でコスト稼いでいく、稼いでいく、デルタ効果でこれでコスト稼いでいく。アルファベータいるのか、なるほど。まあ何でもいいな、じゃあアルファでいいか。で2体のモンスターでオーバーレイ、エクシーズ召喚、デッドリーシン、お願い。モンスターをでデッドリーシンの効果発動、デッドリーシン効果でオーバーレイユニットを使ってバーストぶっ殺す。でこことここで攻略してベルセリオン出す、力を貸して、はい。でベルセリオン効果、はいはい、ではいはいではいではいではいバトル強すぎてさこのデッキ最強ですか、もしかして。あの分回り聖眼余裕で処せるのめっちゃ強いな。グレミしたけど勝てますこのデッキ、なんなら、はい、最強でした。これはさあお相手の方は、ゆずちゃん、よろしくお願いします。ゆず先輩、シャインゆずか、シャインゆず幻想かな、それはちょっとあんま強くないけど、まあしょうがないか。これはあの蘇生札がね引けてないとね、ちょっと若干ねやっぱ不安ですね。シャインゆず妨害札よりも蘇生札の方が引きたいまであります、ね、結構相手のカードを妨害するのは3ターン目以降でいい、まあ、3ターン目っていうか、まあ、3ターン目か、3ターン目以降でいいので、3ターン目4ターン目でいいので、基本的には蘇生札があった方がいいとは思う。ちょブラックローズだけ本当やめてみたいな感じなんだけど、はい、そうだね。で歌姫から乙姫で、歌姫から乙姫になっていく。でなんか出てくるフランソワかな、フランソワか、まあ、モーツァルトかどっちか、
このね、テルダに引いちゃったらフランソワをモーツァルトって出していくのもめっちゃ強いです。あ、フランソワね、はいはい。でフランソワ効果で墓地回収と、これがねとても強いですよね。でスコアぶん投げて、でまたスコア回収するみたいな、うん、もうできる。メイン2あったらめっちゃ強かったですね。あのスコアバトルフェーズでぶん投げたからメイン2でフランソワでスコア回収っていうのができるんで、あ、ちなみに OCG だと割とオネストを回収しがちっていうのありますね。割とオネストとスコアでめちゃくちゃうざいことになりますね。あのフランソワさん棒立ちで戦闘するしかできないモンスターっていうか、モンスターとか戦闘しかしないデッキだったらマジでやばいことって。なるほど。まあ一緒で、とりあえずフランソワだけ裏側にしとくか。フランソワだけ裏側にしとく。でなんかそこもあんな、なんだろう、なんか魔法カードありますね。槍かなんかですかね。なんだろうな、ちょっとわかんないな。まあでもこれは別に槍したところでそのまま切れば取れないから、まあこうして、でまあデルタ特殊、はい、でデルタ効果で、デルタ効果でなんか落とす。まあなんだろうな、これここ、まあ、ガンマですかね。ちょっとね若干辛いですね。やっぱ蘇生具がないとちょっと若干弱いという。聖杯か、あ、それは強いな。なるほどな、はい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 。デルタの効果で墓地を肥やさせることはしないという。了解しました了解しました、行きます。これだと墓地肥やしできないと若干ちょっときついが、うん、ベータか、ベータかベータかベータ、なるほど。ベータ召喚でベータ効果、一応引かないから結集なのかなと思うんですけど、あのカード、うん、なんか結集っぽいですね。結集っぽい匂いする。でこうして、でこうしてスコアあったら本当にやばいんですけど、もうしょうがないですね。もうスコアはしょうがない、趣味で置いとくわけいかないし。こうしてでぶん投げに行くのか、僕の全てでこうか、でこうかでこうするしかない。よーし、いやーでもなんか結集したところでなんだもんね、これ。結集結集割ったところで結局結集で結集セットされるからあんま意味ないよな。今モンスターでいいですよ、同じなんだよな、どっちにしても、どっちにしても同じなんだよな。はい、これスコアあります、スコアあったら僕の負けでいいです。いややっぱ蘇生だけは弱いね、結集、はい、あーまあ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 そうだよね、まあ、それだからまあどっちにしてもなんか結集割ったところでみたいなのがあるね。結集割ったところで結集セットされるし、モンスター割ったところで結集セットされるしみたいな感じで、ちょスコアだけ本当にやめて、スコアだけ本当にやめて。はい、その他 OK で、その他また特殊も別に、ソプラノもいい、ソプラノもいいで、シューベルトもまあ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 ちょっと辛いけどまあまあいい、ソプラノ、はい OK、一体にはしといたんで、これ破壊してくれさえすればいいんだよな。ブルームディーバー、あー、スコアだけ本当にやめていただきたい。手札からぶん投げる、あの手札がめっちゃ強いんでね、皆さんもねぜひね、まだ持ってない方はね、この、まあ、幻想の乙女スコアだっけ、あれあのゲート報酬で入手できるんで、ゆずちゃんぜひね3枚ゲットしておいていただきたいと思います。めちゃくちゃ強いな。あー、コンサート始まっちゃった。ちょスコアマジでやめて。あぶねー。オッケー。オッケー。でベルセリアの効果。危ない危ない。オッケーオッケー。スコアなかったら大丈夫だ。危ない、耐えた。耐えた耐えた。オッケーオッケー。耐えたのでかい。でこの構築一応ベルセリアの2枚構築が出ますね。2回。ほい。ほいと。でベータ効果。一応変身もできるんで、ブルームディーバーは効果で破壊できないんで、まあエクシーズモンスターなんとかするしかないんですよ。まあただこのデッキ結構エクシーズモンスターいっぱいいまして、あのデッドリシンとか、あとあのガーディアン、ゴルゴニックガーディアンとかいるんで、言うてねそんなに辛くないんですよね。はい、いいです、大丈夫です。あともうデルタ1枚しかないからね。あとデルタ1枚しかないのめちゃくちゃ弱いけど、もうしょうがないね。でエンドフェーズでしょ、 OK、これはまあゴリゴニカガーディアン出すために3残しておきましょうか、3残しておきましょう、残しておいた方が強そうです、これ。はい、で俺のターン取ろう、スコアがないっていうことだから、ってことはまあ普通にガンマ出す、でガンマ召喚、ガンマ効果、デルタ特殊だね、デルタ特殊、お願い、
でデルタ効果、デルタ効果でアルファベータガンマ、まあアルファか、だからここはアルファ落とす。で2体のモンスターでエクシーズ、オルゴニックガーディアン、てか相手3100じゃん、相手3100ってことはもうゼロにしてぶん殴ったら勝ちなんだよ、絆して。で一応ゴルゴニックガーディアン効果で、ゴルゴニックガーディアン効果で攻撃力をゼロにし、無効果を無効にしていく効果を発動していく。これはどっちでもいいな。で、ブルームディーバーの打点をゼロに効果を無効にしていく。いや、磁石デッキね、効果破壊しかないですけど、ゴルゴニックガーディアン出るんで別にブルームディーバーきつくないですね、別にそんなには。お願い。で、はい、モンスターを特殊召喚、モンスター効果、これで破壊していく。はいはいはい、 OK。 ではい、セットして、でスキル発動、でこれでカイトロのケアもしていく。でこうよ、これが通れば行け、攻撃する、とりゃー、あのあんの、え、あんの、え、じゃあなんでさっき投げないの、あるの、じゃあなんでさっき投げないの。意味わかんねえ、なんだこいつ、なんでさっき投げねえんだよ、勝ってたじゃん、くそ、甘えたか、甘えたみてえだな、危ねえ、相手のプレイングゴミで勝った、危ねえ。投げろよ、スコアあるなら、スコア温存も良くないぞ、まあ、これもするから負けんだぞ、アップレ負けてた、僕の勝ちだよ、まあ、スコアゲーってことです、つまり僕が相手になるよ。さあ、お相手の方は、不動のデュエルですね、ゴンちゃんですね、よろしくお願いします。力を貸して、まあ、これはまあ割と単純には強いですね。でガンマ効果、デルタ特殊、デルタ効果、まあベータですね、アルファを送ってサーチが解く、まあまあさすがにベータか、さすがにベータですね。でセット、カードを伏せるよ、でセット、エンド、俺のターン。でまあさすがに、まあ前ライトニングボルテックスとされても最悪大丈夫です。はい、超重武者第8、なるほど、やばい、めちゃくちゃ圧倒的最強モンスターです。はいはい、やばい、これちょっとね、超重武者なんだっけ、忍び足グレートウォールダブルホーンが一番やばい。忍び足グレートウォールダブルホーンが一番やばい、それはさすがに超重武者ソウル、はい、仲裁はいい。あー、でもあれか、主天道寺も結構めんどいか、でも結集と血直せるから、まあそんなに悪くないか。まあ、あれですね、先に出しておきましょう、もし主天道寺が出てきそうだったら。第8は、第8じゃない、ビッグメンキーは別にいいわ、ビッグメンキーは別にいい、手札から魔法カード、財宝への隠し通路。やばい、やば、3500ダイレクト、やばい、3500ダイレクト、やばい、ディフェンスバースト、え、バトル、いけ、はこのデッキクソデッキすぎるだろ、これ逮捕だろ。